こんにちは。今日はセブンイレブンとローソンの商品を買ってきました。はい、今回新商品を8品食べます。それではいただきます。まずはじめにローソン内カフェ×ハッテンドカスタードチョコロールを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。ロールケーキの中のクリームはカスタードクリームとチョコクリームとなっています。おいしい。ロールケーキの生地は安定のね、キメが細かくってしっとりタイプです。卵の風味も感じます。でね、このカスタードクリームなんですけど、人によってはね、写真で見た限りだとトロトロしてる方もいたんですけど、私がね今買ったものはふわふわしてますね。で、口どけ滑らかです。ハッテンドおなじみの優しいカスタードと甘さでね、チョコクリームの方はココアミルクのような味がします。こちらもね、ふわっとした食感で口どけ滑らかです。これさ、買った店舗、製造元、賞味期限から何日経ってるかとかで変わってくるんでしょうけど、私のはね、こんな感じでね、こんな感じなんですよ。だけどある方の写真を見るとね、ほんとトロトロトロって感じで、まあコンビニに限らずね、あーだのこうだの私食レポしてるけど、実際買ってみたら違うってことが多分たくさんあると思うので、参考程度に聞いてください。なんかね、割合的にはカスタードクリームの方が多いかなとは思うんですけど、実際食べてみるとカスタードよりもチョコ感を強く感じますね。次は内カフェ×ハッテンドカスタードチョコたい焼きを食べます。袋から取り出してみるとこんな感じです。半分に切ってみるとこんな感じです。こっちのね、たい焼きの方はカスタードトロッとしてそうですね。もっちりとしたたい焼きの中はミルク風味のカスタードクリームとビターなチョコクリームが入ってます。でね、この商品なんですけど、どうやら冷蔵庫で冷やして、また電子レンジで温めても美味しくお召し上がりいただけますって書いてあるので、半分はそのまま食べて半分は電子レンジで温めます。まずはそのまま。なんと言いますか、これをね、スーパー美味しいと思って食べた方がいたら、多分不快に思う発言を今からしちゃうと思うので、ちょっとスキップしてください。なんかね、このチョコクリームなんですけど、なんて言えばいいんだろう、想像と違う。確かに甘さ控えめで、ダークチョコレート使ってるんだろうなって思うし、ポテトねっとりしていて、だけどね、口どけが悪いわけじゃなくって、これはこれでいいんですけど、チョコレートの味がなんかね、ちょっとうまく言えないんですけど、私好みではないです。あれもっとあったでしょ、違うチョコレートクリームって感じですね。あれ温めたら変わるのかな。生地はね、すっごいもっちりしてます。カスタードクリームもね、ポッテリ系なんですけど、優しい甘さで美味しい。ではね、残りの半分を温めるんですけど、電子レンジ 500W 20秒って書いてあるので、半分ぐらいだから10秒から15秒ぐらい温めてきます。はい、温めてきました。私は温めた方が好きです。あー、どっちのね、クリームも柔らかくなって、最初口に入れた瞬間から滑らかに溶け出すし、ちょっとね、チョコレートの部分もう一回、やっぱりね、温めた方が美味しく感じるけど、チョコレート食べてみたいな感じはないですね。これはね、好みなので、この感じが好きな方もたくさんいると思います。私はちょっと合わなかったってだけです。あとね、温めることによってたい焼きのね、この香りも立ってより美味しく感じる。あーで、すごいですね、尻尾のね、先までクリームたっぷり入ってます。この生地の塩気とね、いい感じのバランスなんだけど、チョコクリームがちょっと惜しい感じだった。次は桜餅こしあんを食べます。袋の中はこんな感じです。半分に切ってみるとこんな感じです。わあ、美味しそう。このね、桜の葉っぱは苦手な方いるかもしれないけど、私はね、ついてるとね、ちょっとテンション上がっちゃうタイプですね。ローソンの桜餅はもち米のね、粒がしっかり残っていてすごい美味しそう。こしあんもたっぷり入ってます。
美味しすぎる。うわ、春だ。これはね、さっぱり食べたい方におすすめですね。まず桜の葉っぱなんですけど、とっても柔らかくって口に残らないので嫌な感じはしないです。だけどね、かなり塩気が強いので、もうちょっと抑えてほしいなって方ももしかしたらいるかも。こっち食べると甘さよりも塩気が勝つので、それがいいって方もたくさんいるはず。でね、このね、もちもち感と粒感のちょうどいいこと、桜の風味がふわっと香ってきます。でね、中のこしあんなんですけど、とっても滑らかで甘さ控えめで上品な感じ。次はうちカフェミルク生まれの桜グリーンティーラテを飲みます。ではコップに注いでみます。優しい緑の色ですね。いただきます。美味しすぎる。うわ、美味しすぎる。めちゃくちゃミルク、ふわっと桜、そして緑茶。うわ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 、これすごい美味しい。甘さも控えめですね。うわ、なんてミルク感強いの。だけどね、そのミルク感にかき消されるわけもなく、緑茶がふわってなって、桜の香りがふわっとこんにちはしてくる感じ。もうここで美味しいしね、ここが楽しい。甘さほんと控えめだからね、ごくごく飲めちゃう。ここら辺、桜の香りで広がってます。次は町のパン、ピスタチオたちを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。これね、生地にもピスタチオペースト入りの発酵酒を配合したパンに、バター入りクリームやピスタチオペースト、アーモンド、ピスタチオを混ぜたクリームを注入しています。美味しい。生地はね、噛み応えがあるソフトフランスのような食感です。でね、噛めば噛むほどピスタチオの風味が広がります。中のクリームはね、油脂感があるんですけど、口どけ滑らか。砂糖のシャリシャリとした食感と、アーモンドやピスタチオの食感、味はね、ピスタチオのチョコやピスタチオのアイスのような、そんな感じですね。2個入りなので、1つはトースターで焼き直したいと思います。はい、焼き直してきました。割ってみます。いい感じに中のクリームが溶けてますね。すっごいピスタチオだ。焼くことによって生地は表面カリ、中ふわっとしましたね。でね、よりピスタチオ感が際立ってる気がします。中のクリームの砂糖のシャリシャリ感が好きな方は、焼き直してしまうとそれが消えてしまうので、あとはまあ好みですかね。私はね、何でも焼いた方が好きになっちゃうんですけど、生地をね、噛み締めながらピスタチオの風味を楽しみたい方は焼かない方がいいと思います。ローソン最後、カスタードブリオッシュを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。ブリオッシュ生地の中に濃厚なカスタードクリームが入ってます。でね、上4箇所にカスタードをトッピングしてあって、そのさらに上にナパージュでコーティングされてますね。おいしい。まずね、生地がすっごいしっとりしてます。で、ふわっと感も若干あるかな。このね、カスタードクリームとっても美味しいですね。ほってり感はあるんだけど、滑らかの方が強いかな。濃厚な卵の味わいとバニラビーンズしっかり感じます。甘さもちょうどいいかな。ナパージュがあるからパンなんだけど、ここの部分だけね、デザート食べてるみたい。うわー、ブリオッシュが美味しいとはなってないんですけど、この卵の風味はカスタードだけじゃなくって、ちゃんと生地からも感じてるのかな。次
次はセブンイレブン桜餅を食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。セブンイレブンは桜の花の塩漬けですね。あってね、セブンイレブンもこしあんが入ってます。お米の粒感はローソンの方があるかな。食べてみます。おいしい。桜の風味がふわっと広がる。でね、中のあんこなんですけど、甘さも小豆感もセブンイレブンの方が強い気がします。おいしい。でもね、好みですかね。ほんとこれは完全に好みの問題だと思います。セブンイレブンの桜餅は道明寺粉を使ってるので、お米の粒感を楽しみたい方はローソンの方がいいと思います。でもね、甘さのバランスで言ったらどっちにも良さがありますね。ほんとね、香りがすごいいいです。最後、桜ミルクプリンを食べます。カップを開けるとこんな感じです。上からホワイトチョコフレーク、桜ソース、桜ホイップクリーム、桜プリンとなってます。ホワイトとピンクで、なんとも可愛らしい見た目。優勝かな。わ、このね、桜のホイップクリームたっぷりですね。全体的に食べるととってもミルク感が強くって、桜の香り風味ふわって感じです。ホワイトチョコフレークはミルク感があるホワイトチョコですね。でね、このチョコの食感がいいアクセントになってます。桜のソースは桜の味風味しっかり感じて、桜ホイップクリームはふわふわです。口どけ滑らかで、こちらもね、桜の味風味しっかり感じることができます。そして桜のミルクプリンなんですけど、これがね、ミルク感強いんですよね。そしてね、とっても滑らかに口の中で溶けていきます。うん、ミルクミルクってしてるんだけど、桜の風味、香り、ふわって感じです。あー、めちゃくちゃ美味しい。とっても優しいですね。ごちそうさまでした。セブンイレブンとローソンの商品全部美味しかったです。皆様もぜひ食べてない商品がありましたらお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。明星×モード学園コラボ金曜日のニンニクラーメン、出来上がりはこんな感じです。うわ、もうすごいラーメンですよ。これはスープのね、ガーリックパウダー、火薬でね、フライドガーリックで、生のニンニク、この三重種揃ってね、はぁ、パワーが出そうですね。ではいただきます。うん、美味しい。味はね、豚骨醤油ベースは食べたことあるかなって感じなんですけど、でもね、醤油のキレも感じるし、旨味もあるし、何よりね、何がすごいってニンニクが強烈です。うわ、力がモリモリしてきた。麺はね、平打ちの中太麺ですね。油揚げ麺なんですけど、しっかりね、もちっとした弾力がありますね。うん、スープとね、よく絡んでます。で、やっぱりね、しつこいけどね、ニンニクがすごいです。すさまじいんだけど、これはね、なんかまた買っちゃいそう。おいしい。